別ッ傘学ガサ名セラナグラタもしくはセラナ、スティエルンジーは、嫁がかさかに分類される模色性の副足類の一種。北海道から九州にかけての長官体中上部の岩礁に生息する。従来別ッ傘ガサとされてきたものは、分子系統解析の結果から、北海道南部九州北西部に分布するもの、九州西部から沖縄に分布するもの、台湾から、 中国沿岸に分布するものの三軍に分けられ、それぞれ独立した別紙であるとされる。ここでは、北海道九州西部のものを別光傘として扱う。和名は、殻の内面の模様を光に透かすと別光に似て見える、ことに由来する。俗名、ナセラは、近縁の俗セラナの文字順を書いたアナグラムで、単語としての意味はない。種商名グラタは、ラテン語で、嬉しい。 歓迎すべき、ありがたい等々の意、スティエルンジーは、標本を提供したカイスターンズへの懸命。別名、別光皿、別光傘下大きさと、形、拡張35から6 0ト、mm、ル殻幅30から5 0ト、mm、ル前後の楕円型で、拡張は前寄りにある。殻高は、一般的な傘がいる意よりも高い。殻の周焉は、 放射ラにこうした細かい凹凸ができるのみで、大きな波曲や突出はなく、楕円型に連続する。各表には、成長脈と多数の放射ラとがあって、ザラザラしている。放射ラの強弱は、個体群によって変化し、本州の太平洋岸などの波の荒い環境には、ラが非常に強くなって、下流状になるものが見られることがある。このようなものはかつては、 アッシュとして、アミガサガイセラナグラタスティエルンジーイという和名と、学名との組み合わせで区別されたことがあるが、他の本州周辺の個体群とは、遺伝的な違いがなく、単なる変異であるとされる。各色、外面はくすんだ灰色の地に、部分的に途切れる10本前後の太い暗色、放射体があり、放射体の間にも暗色の小縁があるものが一般的である。時には放射体や、 小口が途切れずに連なって、明瞭な放射彩りとなるものも出現するが、同一個体群内での変異幅は小さい。殻の内面には真珠光沢があり、スジコンの内側中央部には大きな亀型の褐色部がある。スジコンから殻縁にかけては、単色の地に暗褐色の色ムラを散らし、光に透かしてみると美しい別光模様に見え、これが和名の由来とされる。南 足は大きく、下から見ると空口の大部分を占めている。外頭膜の外縁には短い外頭触角が多数並び、その内側の外頭空には周縁に沿って虹ラが環状に並ぶが、前端の頭部の上では途切れている。頭部には触角が一つあり、その基部付近に目がある。頭部と触角の上面は暗色に彩色される。施設は、 柳下型と呼ばれるもので、四式は3から2から1から2から3である。長官体の中引く上部の岩礁や波消し、ブロック、コンクリート岩壁などに着生し、そこに生えた藻類などを食べる。分布域内では普通に見られる。別光傘に使用されてきた学名は、セラナグラタとセラナスティエルンジーの二つがある。それらの元気祭とタイプ標本は、以下の通りである。 月光傘と分布が隣接あるいは重なる類似種には以下のようなものがある。いずれも上官体の岩礁やコンクリート構造物に着生している。肉が食用にされる。和歌山県の一部では壺ボ度と呼び、よく似た肉は天ぷらとして食するという。殻は海細工に用いられることもある。ありがとうございます。